はい、皆さんこんにちは、ワンダレグルビジです。では今回は This is the Police 2、12月6日目プレイをしていきたいと思います。今日もいきなり勤務だね。ホーレスが帰ってきた。まあ、ホーレスね、星の数字で言うと320あるんですけど、まあ、ご覧の能力値ではあるので、まあ、どうかなというのはあるんですけどね。バーシーは二日酔い。で、ウールバックは、ナシさん、ここ数日働き詰めでシャワー浴びる時間も気力もなんか、いや、気力はともかくさ、時間はあるでしょう。自分の汗の匂いで息が詰まりそうになっていますと。なるほど。まあ、たまにいますよね。悪臭を放ってる人っていうのが。まあ、いいよ。そこまで言うんだったら。ホーレス、酒に酔っ払ってやがるな、こいつ。いつもそうなんだよね、ホーレスさん。銃は、射撃能力の高い人間にやっぱり持たせておきたいので大丈夫だね。一通り持っていますというところでいきましょう。アーノロビッチ、マグワイヤー、あとはシャイニーは、こいつ出動しないこと多々あるんで、シャイニーはダメ。警棒だけ。で、逆に、シェイコプに持たせよう、テーザーを。これでいこう。で、今日は、もう事件を一気に解決に導きたいので、警官を出します。とはいえ危険なやつは送りたくないので、頭の切れる人間を中心に、一気に事件解決に向かおう。ちょっと待ってくれ。バーシーとかさ、当てになるのかって話だよね。いや、バーシー、ホーレスは絶対使おう。ホーレスとバーシーで行こう。で、犯人どっちに絞り込むかって話だよな。ちょっと事件の内容を確認しておきますか。エルマー一家の邸宅からビデオデッキが盗まれたという話。で、手がかりはまずガム。ビデオデッキが置いてあった棚の奥底にピンクのチューインガムがくっついていた。そんなさ、自分が盗みに入って仮にチューインガムを噛んでいたら、盗んだ後にもうこれ味しないから奥に突っ込んじゃえっていうようなことするかな。ビデオデッキの盗んだ犯人はテレビに接続されたためのケーブルを忘れていった。急いでいて忘れたが、どのケーブルを持っていくべきかわからなかった。盗んだのは絶対トミーだ。あいつはうちのクロスでも一番貧乏クラスですね。ケチなんだ。チューインガムでさえ人に分けてやらないんだからね。両親にすごいかっこいいビデデッキを買ってもらったって自慢してたけど、それを見たやつは誰もいない。あの日はうちでブラディシャツ4を見たんだ。映画が終わった後みんなが帰ろうとしてる時にトミーはトイレに入っていた。ドアのところで僕が友達を見送ってる間にビデオデッキを盗む時間は十分あったはずだ。それにあいつ巨大なリュックサックを持っていた。僕のキックスケーターが丸ごと入るぐらい大きいやつだ。なるほど。配管工が来た時には家にいなかった。隣人のバーバラのうちで赤ちゃんのお世話を手伝っていた。個人的にはビデオデッキが盗まれたで、せいせいしている。息子のエリックはビデオばかり見て困っていた。もう今後は家に知らない人を入れるのはやめる。物が壊れたら全部ジョンに修理させる。次は何かあるか分かったもんじゃないと。泥棒どころかレイプされるかもしれないじゃない。なるほどね。で、ジョン・エルマーの家主。ビデオデッキの盗んだのは昨日の午後にシンクを修理に来た配管工じゃないかな。友達の家で見た。ブランディシャツ5の話、4じゃなくて5だね。延々としていたからね。今思えばバカみたいだけど、僕も僕で、先週買ったばかりのビデオデッキの自慢を彼にしてしまったんだ。息子がビデオを見るのが好きでね。友達と一緒に寝るまでずっと見てるんだ。あの配管工、自分もいつか金を貯めてビデオデッキを買うんだって羨ましそうにしていた。しばらく彼と話をした後、電話が鳴ったから10分ほどキッチンを離れて書斎に行った。仕事ってのは待ってくれない。
10分もあればビデオデッキを見つけてバッグにしまい、何食わぬ顔で修理に戻ることが可能。シンクはちゃんと直っていた。その点では不満はないと。ビデオデッキの盗んだのは本当に彼だとしたら、まあ盗むために乱暴されなかっただけでもマシと思うしかないと。なるほどね。これだけだとどっちか全くわからないな。で、集まってるのを見ると配管工の方はスパナで家主の頭を殴る。これはないよね。だって暴力は受けてないから。シンクを修理するルーク・ビハートを残し電話を通りにキッチンを出る。は、家主と握手をし家を出る配管工。なるほどね。でもう一個はトイレに入るトミームは、友達と一緒にエルマーを出るトミームは、確かにでかいカバン持ってるな。いやー全くわからない。となるとそれぞれに警官を送るしかないね。で、事件の数増えてきちゃってるんですけど、何個も何個も一緒にすることはできないので、まあ、まずはこのピンクのチューインガムの秘密からいきましょう。で、事件は全て解決して、とにかく、捜査員警官の数を増やしていきます。500とヘロイン、フライへの支払いをしなきゃいけないからな。リッキー・ガツマン、リッキー・ガツマンから信頼を失って眉毛がつながった男に変わった。何なんだ。ペンギンも元のヒゲ面に戻っちゃったしな。ガツマンがヒゲ面か、うん、眉毛のつながった男になってしまうとは。自動車強盗未遂からいきましょう。木工所、工場責任者が窓の外に目をやると、いやちょっとガッツマンの顔が忘れられないわ。何者かが自分の車を盗もうとしているのが見えたと。これ本当かな。アンナ・ステファノビッチ倉庫。1日2回歯磨きをしなさいって親から言われたんでしょう。私なんてね、1日に最低でも3、4回、時には5回も歯磨きして、僕はねもう3回ですね。朝、夜、あと昼、会社でですね。結局どの歯も全部虫歯になっちゃう。マジかよ。おばさんの言っていたことは正しかった。うちの一家は呪われてる。うちの祖母の、そのまた祖母が鉱山のせいであるロータスと口論したからだけど、ね、奇跡としか言いようがないことが起こった。ファリーコーラを飲み始めたら歯が強くなった。何ファリーコーラ。それでこの素晴らしい飲み物で口をゆすぐようにしてみたんだけど効果てきめん。このコーラを作った人物が悲惨な死を遂げたことと何か関係があるかもしれない。うちの一家にかかった呪いを彼の魂が退治してくれたのかしら。そんなことあるかな。まあ私は何とも言えないと。とにかく私はもっとファリーコーラが必要。うちの怒りっぽい旦那よりずっと素敵な人に出会えるようにね。残念ながらもう長いこと店では売られていない。正常中止になっていると。なるほどね。そうなるとこの工場にきっと在庫が残っているはずだということで、派遣してくれって話。まあちょっとじゃあ下から2人しかないわ。金の延べ棒は持ってないからな。射撃のスキル上げるか。金がないからな、いずれにしても。アルコール依存症の治療したいわ。パワーコーチも受けたいけど、今はそれではなくて金を払いたいんだよね。金をフライへの支払いをしましょう。2万ドルはあるよね。ギリあるので2万ドルは払いますと。アーストリッド・ジョンソン高校です。男子生徒が父親のクロスボウを借り敵対しているクラスメートを放課後待ち伏せ。彼は校庭のど真ん中で相手を撃とうとしている。校庭のど真ん中か。1820。いや持ってきますね。
これ誤報とかだったらきついわ。早く戻ってきてくんないと。倉庫の話どうなったの。マスターキーを使っても鍵は開かないと。3本あれば開いたかもしれません。2本しか持っていないというわけで倉庫の中に入れなかった。ろくなことないな。木工所ですね。自動車強盗未遂。ダウンジャケットを着た容疑者が地面からレンガを拾った。どうやらそれで車の窓を割りドアを開けるつもりらしい。あ、もうここはステルスで忍び寄ろう。まずは OK だ。バレンティンはどうする。スピードかな。でフェレットも獲得ですね。殺人未遂ですね。アストリッド・ジョンソン高校。フードをかぶった大柄の男子生徒がリュックサックを背負った背の高い男子をクロスボウで狙っている。狙われた男子は数人の中学生のいる方に向かって走っている、うん、おいロビンフード気取りは違いますね。おいロビンフード気取りはやめて今すぐクロスボウを下ろせと。男子生徒の背後に忍び寄りテーザー銃で少年を撃つという内容ですね。どうしようかな。ここはステルス使って忍び寄ろう。まあ、原則忍び寄りですよ、やっぱり。ジェイコブを出す？じゃあさっきのところに。麻薬の密売、これは絶対に逮捕したいな。これはもう絶対に麻薬を家に持ち帰ってもらわなきゃいけないんで、ショニが。家に持ち帰ったらまずいんで、ショニ持ち帰らないといけないんで。OK だ。ナンバープレートのない白いミニバンが街にヘロインを持ち込もうとしていると匿名の通報。なるほど。これはもうね、精鋭を送って、確実に抑えます。で窃盗事件ですね。便利屋の男は何者かに昼ご飯を盗まれたと通報。それだけでなく馬小屋に残してきたバッグに入っていた高価な腕時計も一緒に盗まれた。いや結構みんな多いな事件が。ちょっと署員の能力を確認したいので、一旦閉じて署に行って職員を確認しましょう。シャイニーとアーノルビッチ、グリムジー、ローゼンクランツ、みんなそれなりにピッキングは持ってるな。ガツマンが本当に顔変わったよな。 OK だ。そしたらまずはこっちに2人送ろう。シャイニーとクリムジーって持ってたっけ。いや怪しいな。もう一回確認しよう。ムジかジェイコブのどっちかだね。ムジカかジェイコブのどっちか。クリムジーは、あクリムジーでもいいじゃん。クリムジーか、ただ能力は低ければ低いに越したことはないので、ムジカでもいいね。クレイトンは、クレイトンも持ってる。じゃあクレイトンを送ろう。170のクレイトンを送りましょう。結局今クレイトンは出勤してないか。じゃあシャイニーとクリムジーでやってもらう。しっかり確保してきて。だー出た出た、シャイニーさん出ましたよ。じゃあムジカでいいよ。で窃盗事件ですね。1260必要なのか。ベニヤの男が何者かに昼間、これね、さっき読みましたね。
ジャン・ステファノフ。ナシさん、あなたはここに来たばかりでご存じないかもしれないが、シャーブートに伝わる伝説がある。森の精がまた森の精、道徳者たちのために宝を隠したと言われているんだと。私と弟は誰よりも道徳的に生きていた。生まれてからずっと。だからその宝はきっとまだどこかに眠っているはず。わしは弟と宝を探す行動にしていた。そしてそれがシャープウッド郊外にある森に埋められているはずだと気づいたんだ。その根拠知りたいよな。地図を書き、シャベルやその他諸々バッグに詰めて出かけた。迷子にならないように木に印をつけながら進んだ。目的地に着いた時、奇妙なことが起こった。辺りが急に暗くなり、空気が重たくなった。ゲリラ豪雨で、その後のことはほとんど覚えていない。耳をつんざくようなヒュッという音が絶え間なく聞こえたことだけ記憶にある。は、目が覚めるとわしは車を止めた場所に戻っていた。え、弟はあれ以来行方不明。それさ、弟にぶん殴られたんじゃないか。どちらにしても何があったか知りたい。一番頭のいい警官をあの森くりに送り込んでくれた。頭のいい警官か、今いないんだよ頭のいい警官が。頭のいい警官で言うと誰を候補にする？には欲しいよね。頭脳クリムジーかな。クリムジーかマグガイアかアラノビチか。戻ってきたら送り込みましょうか。じゃあ、麻薬の密売ですね。パトーカーがナンバープレートのない白い瓶でバンを見つけたと、うん、狙撃隊員に様子を確認させたいな。狙撃隊員がミニバスを運転する男の姿を目撃。片手でハンドルを握り、もう片方の手で拳銃を持っている。あ、まあ、エンジンを切るように交渉しよう。さすがだなマグガイア。でヘロイ OK だ。おお、倉庫から持ち帰ったね。鍵は簡単に開けられたということで、ありったけのファリーコーラを持って帰ってきましたと。ファリーコーラ、なんだよトイレットペーパーがコーラじゃなくて。お、ステファノビッチ、なんか買えるのか。空のビデオテープ買える、買おう。あとは高値でヘロインやら何やらを売るだけだな。大型のテレビがないね。大型のテレビさえあればイベントが一つ片付けられるんですけど。自動車事故、こっちから確認していきますか。ガソリンスタンドから出ようとした青のセダンに大型トラックが高速で突っ込んだ。420、これロベツチカにこの2人でいいでしょう。いや、あとペンギンにこの二人も食って能力を地味に上げてきてもらおう。窃盗は、午後か。すぐに戻ってきてくれ。自動車事故の方ですね。横倒しになったトラックから運転手が這い出してくる。明らかに電水した様子で、手には消火器を持っている。大破し横転した青のセダンは炎に包まれている。中には女性と二人の子供が乗っていると、はあ、まあ消火器を渡すように。いや、ろくなやつがいないな。駆け寄りましょう。まずは怪我だけしないでよ。犯人には逃げられたか。市民は無事。じゃあ頭の警官、いい警官ね、マグガイアを送りましょう。自動車強盗。レインコートを着た男が信号待ちをしているオートバイに駆け寄り、ドライバーを地面に突き落とすとオートバイを盗んだ。なかなかの手並みだな。とにかくもうね、みんな能力の底上げをしていってもらわないとさ。
514 in progress. 自動車強盗未遂。自動車強盗多いな。1260は出せないよ。給料に不満のある従業員が稼ぎを増やそうと、霊柩車を盗んだ。いらないわ。すごく足がつきやすいと思うんだけど。ピンクのチューインガムの方は、新しい写真を見つけられなかったの？マジですかい。ちょっと優秀な警官を送らないとダメなのかな。戻ってきたんで、シャイニー、クリムジー、あとは、クズ警官どもに、しっかり働いてもらおう。出たよー、スーパーロック。自動車強盗の方は、男に止まれというか、オートバイを縁石に衝突させるか、サイレンを鳴らすか。まあ、ここは止まれと言いましょう、普通に。さすがだな、ノロビッチは。このまま、どんどん育っていってもらいたい。マテオ・アルバレス・ジェイムソン・ヒル。この町のアイスラン大会のことは知ってるよな。この地域では伝統的な競技で、凍った湖を裸足で走る。いや、これはきついな。マラソン大会は僕もね、たまに出るんですよ。で、他の動画でもお話してるように、11月、初めての海外マラソンでも挑戦するんですけど、ちょっとこのアイスランはないな。優勝者には金をもかける奴らもいる。去年の大会で優勝したのは保護でもない、この俺、こいつか。そう、ロケットマンのタイトルを手にしたのさ。だが最近俺をしのぐ勢いの若造が現れた。そいつの名前はサリー。そいつのトレーニングの仕方がまるで女みたいなんだ。股を鍛えるために縄跳びなんかしたりしている。そのトレーニングって呼べるか。そんなのトレーニングって呼べるか。本当のトレーニングっていうのは氷の上を、それを背負って走ることだ。氷が溶けるまで走り続けるのさ。いやー、なかなかタフなことしてるね。あの若造、レースのたびに俺を追い詰めるだけじゃなく、最近じゃあ俺の娘と付き合おうとしてる。そんな事情もあるの。俺の許可も取らずにな。もう黙ってられない。あんたのところで一番腕っぷしの強い警官をよこしてくれ。ああ、あいつが大事にしている膝を粉々にしてやる。そうすればきっと先輩を敬うってことを少しは学ぶだろうからな、と。お礼にあんたのところの警官たちをトレーニングしてやると。はあ。じゃあここはパワー系じゃないんだよね、ホーレスって。そもそもパワー系となると誰がいる？スーパーロック、出た出た。自動車ごとミスイですね。葬儀場を出発した大きな霊柩車がゆっくりと道路を曲がっていくと。サイレンを鳴らす。パトカーで道を塞ぐ。エンジンを止めるよう男に交渉します。514 complete。 シャイニーもね、ダダさえこねくり回さなければ相当優秀なんですけど。お、パーシーだな。パーシーはとりあえずステルス、いや、交渉だな。降伏命令。何も持ってないからね、パーシーは今。フライに金を渡しましょう、2万。お金が全くなくなったわ。お、ムジカが負傷した？返り討ちにあったな。
ナッシュさん、金の入った箱が3つ見つかった。何が起こったのか実はよくわからない。あの老人の書いた地図を頼りに森の中を進んでいたら、急に空が暗くなって空気が重たくなった。マジか。するとヒュッという音がして、そこで気を失った。気がつくと森の外、泥まみれでしたが、横に金の入った箱が3つ置かれていた。マジか。金の延べ棒、これを金に変えよう。いくらになるんだ一体。あと金の延べ棒を欲していたあの医者にも、この金の延べ棒を1個進呈できますね。いやー、収穫があったなー。無地化を失ったというか、まあ怪我をさせてはしまいましたけど、まあまた1週間以内に2万ドルという大金貯めなきゃいけないんで、まあ今の日本円の通貨、まあ1ドル100円じゃないにしても、1ドル100円って分かりやすく計算すると、2万ドルってね、200万ですからね。1週間で200万貯めるってなかなかタフだよ。ナッシュのターン。さあ警官、雇う。雇えねえ。マジか。雇いてー、このエイジさん雇いたいわー。ただカーターの方も雇うだけの金はないはずだ。明日のシフト、ホッシズ、ローゼンクランツ、ガッツマンがなー、だいぶ風貌変わっちゃったな。いやー、ちょっと人材的にきついな明日は。捜査員は出せないよこれだとね。8人で勤務か、どうしても出せないですね、捜査員を。事件捜査に。お、モレノだ。But I'm not asking you for a big speech. I'm not asking you to give me a masterclass in corruption. Nothing like that. I'm only asking for one small story about the DeVroom painting. The newspapers never gave out too many details since the investigation was ongoing. But what's the difference now? What's left to hide? The painting couldn't be found, right? You made extra sure that it couldn't be found. Well, let's drink a beer sometime. Not today. No, tomorrow or the day after. Or the day after tomorrow. Whatever's good for you. You see, I'm really interested in this. How did you pick... いや、またぶん殴られるぞ、モレノ、それ以上。話し続けると。I mean, that one in particular, it's a pretty specific choice. You know? It's a controversial artist. The critics don't agree. I've never heard of corrupt officials stealing paintings. They all take bribes. Just bundles of money in paper bags, you know. Of course, I'm not comparing you to those ordinary rotten geezers. Not at all. I just wanted to say that even though I don't know all the details, I see that you've got your own style. Whether you realize it or not, that's why the press called you the Caesar of corruption. You can find lots of kings of corruption in the newspapers. There's a new one every month, but I've never seen a Caesar. Because Caesar, that's not about the scale, but the style. Style is everything, right?いや、懐に手を突っ込んだ瞬間、拳銃でも取り出すのかと思いましたけど。Please, Mr. Boyd. Why on earth should I get into the car with a stranger?Given your history, I'd imagine that you often had to get into a car with strangers. Back in Freeburg. Freeburg is different. Is it really so different? Absolutely.
Friendlier? Warmer. Well, that's not saying much. Anywhere is warmer than here. How? Excuse me? How did you know who I was? How many ads were there? Ads? Well, I'd be willing to bet that when you came here, you went looking for housing in the newspaper ads. How many ads did you look at? I don't know. Maybe a dozen. But you chose this house. Why? Because it stands away from everything. Well, that's a reasonable choice. Unfortunately, the neckties choose their houses by the exact same principle. They stash their goods in isolated houses until they can find a big buyer, but they don't settle into the house. They let someone else rent it. It's safer that way. Look, I'm not interested in how these neckties do business. I just want to know how they found out my real name. I'm not a big fan of drug dealers, Mr. Boyd, but I have to give them their due. Many of them are amazingly smart, much smarter than, well, smarter than your average drug dealer, you know. And the man who was appointed to watch your house, Arthur Sherman, well, it turns out he's quite the brain. He even went to college. Can you imagine? Arthur is so clever that when he realized that you're Jack Boyd, he didn't report it to his bosses. You see, the Ties are a wandering gang. Yesterday they worked in Ripton, today they're here, tomorrow they'll be somewhere else. They just shoot you to be safe, and that would be the end of it. But Arthur is clever, and he knew how valuable the information was, so he did the clever thing and brought it to me. But how did he know who I was? How exactly? Ask him yourself when you get the chance. Oh, looks like we've arrived. Mr. Boyd, are you coming? Are you completely out of your mind? I'm a wanted man. I shouldn't be showing my face in public. Even if it is old and shaggy. Come on, Mr. Boyd. There's only drunk pigs and sweaty strippers in there. Stripper. No one will even look at you. Don't you want to drink a mug of draft beer for the first time in months and burp loud enough that everyone hears? Aren't you tired of hiding? Don't you just want to be an ordinary person? You saw where I live. Now I want to see where you live. Don't you think that's fair? Okay, you win. But I'll never believe that you don't miss letting loose. That's not the only thing I miss. Not the only thing, and not the main thing. I understand. Well, here's where we live. What? We can't go inside? Well, I didn't go into your house. I stood 100 yards away. Now we're even. Don't you think that's fair? Arthur Sherman. I want to talk to him. Mick, bring Sherman here. I'm sure he must still be awake. Sean told me about this Captain Britt Carter of yours. Now, if you want, it won't be a problem. You sure? I can manage. If you have any difficulties, just let me know. I could... 金がないです。毎週2万ドルが無理です。I don't like the word smuggler. Then maybe you shouldn't smuggle. Well, I'll put it this way. I don't like what you mean by the word smuggler. You must be right. Freeburg and Sharpwood are very different. What kind of goods came through Freeburg? Automatic weapons? Heroin? People? I'll be honest with you, I can't brag that I never had to trade in the first, second, or third, but my most popular product is canned soup. Mushroom soup comes in a little red jar. And this is coming from a man who spent over 30 years eating a tasteless soldier's rations and not complaining. And I can assure you that this soup is the most disgusting meal in the world. When you pop open the jar with a can opener, this smell immediately bolts up your nose. The smell of despair, you know? It's impossible to suck down this vomit without thinking for even a second that your life is going nowhere. Sharpwood kids, when they grow up and leave this place for the rest of their lives, they'll always shudder when they remember this awful soup. But only the lucky ones, the few who manage to get out. The rest will live here for the rest of their days, eating smelly soup and then feeding it to their own children.
because without 12-cent soup, they'd all die. I give them this life, with the smell of despair. Bitter, but life. I don't know what cruel word to call what I'm doing, but I'm definitely not a smuggler. And I want that... There's your college boy, Mr. Boyd. Give me a cigarette. なんか前に手を組んでるな。Oh, wow. How did you know who I was? Were you really hiding all that well? You hitchhiked on your way to Sharpwood. Well, not to Sharpwood, of course, but to Big Rift. And from there you walked on foot, but before Big Rift, a red-haired guy named Locke drove you. Picked you up at a bus stop 70 miles down the highway. Buses from Garensburg pass that stop every 6 days. In Garensburg, you spent 2 nights at the Stone Woodpecker Hotel. I called down there and had a nice chat with Mrs. Hopper, who... Just stop! So you're really that clever, Arthur Sherman? Proud of your little investigation? If I'd known this investigation would turn me into a hostage to rednecks playing toy soldiers, I wouldn't have stuck my nose in your business, Mr. Boyd. Hostage? Arthur can't leave the barracks. It's for his own safety. In addition, he likes to live by military regulations. Isn't that right, Arthur? This shit you're pulling here isn't military order. It's the middle of the night, but everyone's awake! He's right, Mr. Boyd. It's high time for bed. はい。というわけで、12月6日終わりましたね。次回はじゃあ12月7日になるんですが、警官の数が8人とちょっと少ないのが心配です。では、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。